おはようございます。せんちゃんです。かりんママです。おはようございます。今日はね、まだホテル2日目の朝です。今ホテルの中で、起きてちょっとしばらくブラブラしたと思います。これからドッグランに行くんだよね。あ、そう、今からドッグランに行ってね、で昨日はとにかく暑かったよね。暑かった、めちゃめちゃ暑かったし、で、ゴーラー公園とか、あとあの犬が入れる足湯とか、そういうところ回ってきました。ちょっとね、事件もあったんですよね、ちょっとした事件が、で一応あのね、2回に分けてやる予定なので、あの前半をね、見たい人はパート1を、概要欄に書いておくので、そっちから見てください。今日ね、ただね、今日はね、箱根水族館、とあと鳴川美術館、この両方、あとはねちょっと未定です。でとにかくね、昨日の暑さでね、もう暑さバテだね。暑さでみんなやられちゃってるので、とにかく涼しいとこ涼しいとこね、犬を全然歩かせられないから。そうなんだね、アスファルトがね、超暑くて。そうそう、でも箱根の方は、ここ何日か、なんかすごい暑いって。すごい暑いみたいだね。ね、まあそんな感じでね、今日もね、頑張って見てみます。はい、行ってきます。参った、暑すぎじゃ。